ブランドン・チェイス・マーシュは、アメリカ合衆国ジョージア州、ビューフォード出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。ビューフォード高校時代の最終学年時には、グイネット軍記録となる66安打を放ち、打率、559で、首位打者を、獲得、さらに4本類が、25打点、19盗塁。 オプスは1.545を記録した。野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボールもプレーしていた。2016年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、ケネソー州立大学へ進学の予定であった。2017年は、参カのパイオニアリーグのルーキー級、オレムオールズで、プロデビュー。 39試合に出場して打率、354本塁打、44打点、10盗塁を記録した。2018年は、A 級バーリントンビーズと A 級インランドエンパイア6クサーズでプレーし、2球団合計で127試合に出場して打率、260、10本塁打、70打点、14盗塁を記録した。2019年は、 ルーキー級アリゾナリーグエンゼルスと AA 級モービルベイベアーズでプレイし、2球団合計で101試合に出場して打率。286、7本塁打、45打点、19盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2020年オフの11月20日にルール5、ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2021年は5月のマイナーリーグ開幕から主にトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーし7月18日にメジャーに初昇格した同日のシアトルマリナーズ戦に6番中堅守で先発出場してメジャーデビューを果たしたが4打数無安打だった7月19日のアスレチックス戦で MLB 初安打を記録した8月25日のオリオールズ戦では MLB 初本塁打を放った。身体能力は、両友のジョーアデルと共に、マイナー最高と言われるほどである。打撃では選球眼を売りとしている。ありがとうございます。